タンパク質というと何を思い浮かべますか？美味しそうなステーキ、それとも光り輝く卵？実は私たちの体を作る筋肉や皮膚も、澄んだ瞳も、そして神経細胞の信号を伝達するメッセージ物質も、遺伝子から生命の設計図を読み出すのも、全てタンパク質。なんと10万種類にも及ぶと言われています。その中でも重要なタンパク質、ほぼ全てを自在に合成する技術が日本で誕生。生命科学に大変革を起こしているんです。今は人で大体2万8000種類ぐらいのタンパク質が揃うような状況になりました。人類にとってやっぱもう大きな財産だと思ってます。さらに今や人だけでなく、他の動物や植物の優れたタンパク質も自在に作ることが可能になり、利用が始まっています。中でも注目を集めているのがこちらの小さな装置。どんなものかというと、蚊の膜タンパク質を使った匂いセンサーです。このセンサーで呼気の中のがんに関連する匂い物質を検出します。蚊のタンパク質でがんを見つける？一体どうやって？その仕組みです。蚊の口の部分には遠くからでも人の汗の匂いを感じ取る高性能な嗅細胞が並んでいます。その細胞膜にあるタンパク質、汗に含まれるオクテノールという匂い物質が一つでも触れるとスイッチが入り、匂いを感知する仕組みです。このタンパク質のおかげで蚊は人の汗を敏感に感じ取り、血を吸いにやってこられるのです。生物の、強みというのを使うことができれば、これまで人類が作れなかったようなセンサーというのを作ることができると思っています。大崎さんたちは肝臓がんの患者の場合、汗だけでなく息にもオクテノールが増えてくることに注目。蚊のタンパク質を合成し、がんの早期発見に役立てられないかと考えたのです。蚊のタンパク質はセンサー中央の仕切りに入れられています。オクテノールがタンパク質に触れ開くとイオンが流れる仕組み。センサーが匂い物質の存在を検出します。こちらは人の吐いた息に普通の機械では検出不可能なごく微量のオクテノールを混ぜて実験をした様子です。徐々に機械に注入されていくと波形に変化が。オクテノールの検出に成功しました。大崎さんはこのセンサーを使えば極めて低い濃度で匂い物質を検出できるため、肝臓がんをごく初期の段階で見つけられると考えています。非常に感度を高めるという意味ではメリットがあります。次世代型の次のステップに進むことができるかなと思っています。生物のスーパーパワーを機械と融合することで病気をいち早く発見できる時代がすぐそこまで来ているのかも。